どうも、金木です。今日は少しお仕事寄りのファッション、オーダーシャツについて、注意点とこだわるべきポイントについてお話をしていきたいと思います。私はだいたい17枚ほどシャツをオーダーしたことがあるんですが、最初の5枚は失敗でした。失敗があるからこそ成功があるということで、きちんと失敗したお話を踏まえて、シャツについてお話をしていきたいと思いますので、本日の動画よろしくお願いします。そして乾杯。最初にパターンオーダーとフルオーダーの違いについてお話をしていきたいと思います。パターンオーダーは襟の形、袖の長さ、袖の太さ、そして身幅含めて基本的に全てパターンが存在していて、そのパターンの組み合わせによってオーダーをしています。なので基本的にその型から取っていないので、決められたパターンから組み立てていくものをパターンオーダーだと呼んでいます。対してフルオーダーはその方の体に対して合わせていくっていうことをゼロからしていきます。つまりテーラーさんがその方のフィッティング、採寸を行って、ゼロから形を作っていき、仮縫いなどをきちんとした上でシャツに仕立てていくといったプロセスになっています。なので仮縫いをした段階、きちんとミシンで縫う前の仮縫いの段階で一時的に再度採寸をし直すこともあります。次に私が個人的に最も重要だと思っているのが、オーダースーツよりも先にオーダーシャツを作るべきだなと思います。これが私が最も大きな過ちでした。最初の5枚はオーダーで2、3着スーツを作った後に、その後にシャツを作っていました。皆さん今少し想像してみてください。今着られているスーツのサイズは正しいでしょうか？おそらく多分イエスかノーか言えますよね。しかし今着ているシャツはサイズとして正しいでしょうか、正しくないかと聞かれた時に、シャツって非常にサイジングが曖昧ですよね。体にすごいフィットしているわけでもなく、大幅にゆとりがあるわけでもなく、ほどほどにゆとりがある感じって思われるんじゃないでしょうか。この独特なサイジングの背景としては、シャツは肌着、下着でございます。基本的にシャツはパジャマでもあり、下着でもありました。私は169センチでユニクロなどで S サイズのシャツを着ていました。正直今着ているウェア含めて、もともと身長が169センチなので、 S から M サイズを着ることが多いわけですが、当時は59キロとか60キロを切っていたので、その流れでシャツも S サイズを着用するわけですけども、一番やはりそのシャツにおいて大事なものがそれだけの長さです。S サイズのシャツを着た時に、それだけの長さはぴったりでした。このぴったりという表現は概ねポジティブに評価されるべき表現だと思いますが、シャツにおいてはぴったりということは必ずしもいい表現ではありません。なぜなら下着だからです。スーツとシャツとの関係性において最もポイントになるのが、スーツとシャツの触れるこの袖の部分ですね。具体的に説明をしますと、スーツは上着です。シャツは下着です。スーツという上着が肌に触れるということを良しとしていません。汚れが生まれます。この汚れを生ませないために下着であるシャツを挟みます。よって袖丈はスーツよりも長くなければいけません。スーツが直に触れないようにシャツを着ているというわけですね。これお察しのいい方は、なぜ失敗したのか若干イメージがついてきたかもしれません。私は袖丈が短いシャツを着ながらオーダースーツを作ってしまいました。その短い袖丈のシャツを着ている時は、そのオーダースーツはきちんと正しい1センチから1.5センチほどのトレードを見せることができました。しかしそのシャツは短いです。一度オーダーしたスーツに対してシャツを合わせようとすればするほど、常にそれの長さは短くなっていきます。けど一度そのスーツ、オーダースーツを2着、3着作っていってしまったので、そのシャツをきちんとした長さに戻してしまうと、スーツから見れるシャツの長さが3センチ、4センチと非常に長くなっていきます。下着とはいえ、それから見える長さが長ければ長いほどみっともないです。ですのでまとめると、オーダーメイドのスーツを作る前にシャツを作ることによって、きちんとして正しい袖丈の長さのシャツをまず作ってください。その正しい袖丈のシャツを作った上でオーダースーツに臨んでいただくと、正しいサイズのスーツがきちんとオーダーできるんではないのかなと思います。オーダーシャツ1枚あたり、生地感によりますが1万円前後が多いかなと思います。オーダーメイドのスーツは5万円以上から10万、20万、30万と値段が上がっていきます。私はオーダースーツだいたい10万円前後のものを、オーダーシャツを作る前に3着ほど作ってしまいました。ですが今こういったシャツをきちんと作ったことによって、そのオーダーメイドのスーツは着ることができなくなりました。
T シャツなどに合わすことはできなくはないかなと思うんですが、やはり仕事着で少し肩パッドが入っているものを普段着に合わせられるかというと合わせにくいなということで、今そのスーツはほぼ着用していません。次にオーダーをする際にきちんと仕事用の時計をつけてオーダーをしに行ってください。シャツをオーダーする日がオフだからといってオフ用の時計、少しフェイスのでかい時計をつけてしまうとフィッティングをする際に困ります。本来シャツと時計の関係性はシャツの下に時計が綺麗に隠れるのが大事です。もちろん昨今非常にフェイスのでかい時計が流行っているので、常に時計がシャツの上から見えているというケースもあるかなと思うんですが、本来のクラシックなスタイルとしては時計はシャツの下に隠れるべきです。ここでオーダーシャツ、やはり強いのがそれだけの長さ太さというものを左右それぞれ調整することができます。あなたがもし左手に腕時計をつけるんだとしたら、それだけの太さを 1-2cm 太くすることができます。その 1-2cm の厚みによって時計を隠すことができるのがフルオーダーの特徴でもあります。ですのできちんと当日は仕事用の時計をつけていって、時計が隠れる太さで 1-2cm ほどご調整いただくのがよろしいかなと思います。そして最後にシルエットはタイトでもルーズでもない普通のシルエットにしてください。オーダーシャツということで普段のファッションに近しいようなシルエットを求めがちな傾向が高いのかなと思います。例えばタイトめのファッションが好きな方であればタイトめなシルエットにしたりとか、または太めなファッションが好きな方は太めのシルエットにするということを選ぶ方が非常に多いです。しかしシャツは肌着でもあり仕事着でもあります。仕事のしやすさが非常に大事かなと個人的に思ってます。また仕事着ゆえにある程度のフィッティングの仕方ということに対してもマナーというものがあるかなと思います。仕事がしやすいからといってダボダボなシャツを着てしまっては相手の印象を悪くするでしょうし、逆に非常にタイトなシルエットをしているともちろんその方が仮に鍛えていらっしゃっても仕事の話に対して耳がいかずに、どうしても服装、体に対して興味を持っていただいて少し体に対して目線がいってしまったりすることもあるかなと思います。ですが仕事着ではなく普段も使いたいので少しサイジングは気にしたいという方もいらっしゃるでしょう。しかし私はお勧めできません。仮に今流行りのようにゆるいシルエットのデザインのシャツを作ろうと思ってもそう簡単にいきません。なぜかというとデザイナーさんは襟の形、身幅の形、全体のシルエット、素材感、いろんなものの掛け算をきちんと設計して、シャツを組み立てています。テーラーさんに作っていただくのはそういった掛け算を設計せずに緩さだけを求めてしまうと非常にアンバランスになります。すなわち緩さの許されないシャキッとした質感のシャツに対して緩さを求めてしまうとそれは少しアンバランスに移るでしょう。オーダーシャツはデザイナーが作るのではなくテーラーさんが作るものです。そういった全体的な美しさ以上に要求されたシルエット、素材感に対してそのものを表現していくので、あなたが具体的にデザイナーさんのこのシャツの形で作ってくれと言わない限り求めるようなデザインは作られないと思っていいでしょう。初めてのオーダーでサイズ感を求めたいなと思われる方もいらっしゃると思いますが、ここはぐっとこらえて普通のシルエットが一番最初の一着としては正しいのかなと思います。